トニー・スコットは、アメリカ合衆国出身のジャズクラリネット、バリトン、サックス奏者。元来は、ビバップ思考であったが、数十年にわたる世界の民族音楽、特に、アジア的な文化やヨガ、禅、瞑想などへの強い関心から、これらをテーマにした作品も多く、ワールドミュージックあるいはニューエイジミュージックの範疇に、加えられることもある。ニュージャージー州、 モリスタウンのシチリア系移民の家系に生まれる。12歳でメタルクラリネットをはじめ、14歳には最初のバンドを組む。ピアノをマスターすると18歳でハーレムでのセッションでプレイした。3年間ジュリアード音楽院に通った後、ニューヨークのミントンズプレイハウスを演奏拠点とする。戦時下には3年間陸軍バンドに所属した。1943年に、 チャーリー・パーカーと出会い、新しいビバップスタイルのサックス演奏に大きな刺激を受け、彼自身もバップを演奏する数少ないクラリネット奏者の一人となった。パーカーとはしばしば共演したこともあり、後に偉大なミュージシャンというだけではなく、パーカーは世紀の巨人であるとも語り、また1957年のユーゴスラビアでのコンサートの際には、パーカーに捧げるブルースとして、 即興演奏を行い、彼の名演の一つとなっている。1950年のサラ・ボーンのアルバム、イン・ハイ・ァイでのセッションは評価も高く、以降の10年ほどは、ビリー・ホリディベン・ウェブスター、バディリッチなどと共演、またバンドリーダーとしてメンバーであるディジー・ガレスピーと、共に、バップから、クール・ジャズの時代を、独自のインプロビゼーションの手法を武器に広く活躍した。 駆け出し中であったビル・エヴァンスのトリオをリズムセクションに従え、カルテットとしてアルバムサング・ヒーローズの録音も残している。1950年代後期にはジャズ系音楽雑誌ダウンビートの批評家投票に選出され、同じクラリネット奏者であるバディ・デ・フランコよりもクールと評されトップの座を競った。しかしながらビバップの出現以降、かつてジョージ・ルイス、 ウディ・ハーマン、アーティショー、ベニー・グッドマン等々、ニューオーリンズの創世期から、スウィング・ビッグ・バンドまで、多数のリーダーを輩出してきたクラリネットという楽器も、ジャズの世界ではその影が薄れてしまい、トニー・スコットの認知度も低くなっていった。1959年、それまで本拠地としていたニューヨークを離れ、後演奏旅行で何度か訪れる以外には、米本国での活動に見切りをつける。 1960年代には、東南アジアを旅しヒンドゥー教や仏教の寺院などを訪ね歩く。また、5年ほどの日本滞在期間中に和楽器とのコラボレーションを行い、バーブレコードから全瞑想のための音楽を発表する。一方で、P、菅野国彦、B、鈴木伊佐 DS、ジョージ・オツカのトリオをバックに演奏活動も行った。1960年には、 米本国でのバディでフランコへの人気も去りながらダウンビート氏の投票では最優秀クラリネット奏者として日本での彼の業績が評価された。その後、1965年にはニューポートジャズフェスティバルにおいて米国ミュージシャンとの演奏も行うが仏教と音楽をテーマとして日本にこだわり続けた。1968年にはアルバムトニー・スコットが発表され、 以後ドイツ、アフリカ、南米などで演奏活動を行った。1970年以降はイタリアに住み、フランコ・ダンドレアやロマーノ・ムッソリーニラ現地ミュージシャンたちと共演する。その後、エレクトロニカ系の音楽に興味を抱き、2002年には彼のヘア・クリシュナがキング・ブリッドによりバーブリミックスへの帰宅作品としてリミックスされた。2007年、 前立腺癌との闘病の後、30年以上暮らした、ローマの自宅にて85歳で死去。2010年には、イタリアのディレクター、フランコ・マレスコによるとニー・スコットの活動についての、ドキュメンタリーフィルム、オベロカムリタリア・フスフオリー・イルピュー・グランデ・クラレネティスタ・デルジャズが発表された。マックス・ローチ、ありがとうございます。